ジョン・クレランド。1995年、BTCC シルバーストーンイギリス GP サポートレースにて、ジョン・クレランドは、スコットランド出身の元レーシングドライバー。イギリスツーリングカー選手権に参戦を開始し、参戦10年間一貫して、ボックスホールから参戦。ボックスホールアストラアボックスホールベクトラをドライブし、1 9 8九年と1九9五年に、 チャンピオンを獲得した。1970年代から地元スコットランドのラリーレースに参戦。三菱、コルトギャランで優勝した。イギリスツーリングカー選手権には1989年より C クラスのボックスホールアストラで参戦。参戦初年度ながらこの年のチャンピオンに輝き、知名度を得た。1990年も4度のクラス優勝を記録して、 クラス2位と高成績を残し、新規定となった翌1991年も参照を記録して、BMW のウィル・ホイとチャンピオン争いをしたが、わずかに及ばず、シリーズ2位となった。1992年シーズンもタイトル獲得の可能性を最後まで残し、BMW のティム・ハーベイとトヨタに移籍したホイと、最終戦シルバーストーンまで、三つどもえのシリーズタイトル争いを展開。 このレースで、ハーベイとホイより先にゴールすれば、クレランドにとって二度目のタイトル獲得になるのだが、ハーベイと彼を援護するチームメイトのスティーブ・ソパーと、マシンが損傷するほどの激しい攻防戦を終盤まで繰り広げた。ところが残り一周となったところで、ソパーと共に接触してスピン、タイトルを逃してしまう。この年クレランドは、最終ランキング3位でシーズンを終え、 タイトルを獲得したのは4位でゴールしたハーベイだった。この直後のインタビューでクレランドは激しい怒りを露にした。このレースは非常に有名となり BTGC の名勝負によく挙げられ、現在も YouTube などで視聴することができる。1993年と1994年も一勝以上の優勝を記録し、クレランドは1995年に2度目のタイトルを 獲得した。ここまで毎年1勝以上の優勝を記録するなど、好成績を収めてきたクレランドであったが、その後の2年間は低迷。特に1997年は一度も表彰台に上がることはなく、ドライバーランキングは12位。ボックスホールもこの年は、全8メーカー中製造者部門の再開となってしまった。1998年は、 大幅なマシンの開発を行い、新型のボックスホールベクトラで、デレック・アーウィックと共に参戦して2勝を記録した。しかし、シーズン半ばのスラクトオンサーキットでのテスト中の事故で、負傷し、この大会を欠場せざるを得なくなるなど、問題もあり、最終ランキングは8位に止まった。翌1999年もこの年新たな、チームメイトになったイワン・ミューラーともに参戦したが、 この年をもって BTCC から引退することを表明。10年間の BTCC 参戦にピリオドを打った。その後イギリスの GT 選手権などでも活躍。現在は自動車ディーラーを経営する。また2008年からは BTCC でクレランドと同時期に活躍し、同じスコットランド出身のデイビッド・レズリーが同年3月にセスナの墜落事故により死去。 彼の公認として世界ツーリングカー選手権の解説者も務めている。現役のレーシングドライバーとしては第一線を退いたが現在もイギリスのレーシングイベントにも積極的に参加するなど様々な活動を行っている。オペルベクトラをドライブする。1996年オペルベクトラをドライブするクレランド。1998年大雨のため。 レースは中止された。ポイントは付与されなかった。ありがとうございます。